こんにちは、森です。今回ですね、このSIMカラリー2の続きをやりたいと思います。前回ね、扉のドアパネルね、交換して、でフロントフェンダーのパネルの当たったところを板金で、ドアと両方塗装したところで、最後ね、カチャッとなるところ、ドアのノブの機構ですね、そこのところのネジ穴の形状が違ったんで、それの修正を、今回はやりたいと思います。でもう一つがオルタネーターが死んでてね、発電がちゃんとしてないみたいなんで、国産のオルタネーターに交換したいと思います。これエンジンがね、左回転、リアエンジンなんでね、左回転になってるんで、ホンダライフ用が左回転ということで、それを利用して、交換したいと思います。前回やり残したね、キャッチの取り付けからやっていきたいと思います。これは古い方のドアに、プラ板を使ってね、穴位置を割り出そうという、そういう作戦ですね。まずはね、あらかたざっくりとこうやってコンタマシンで切っていって、で透明なんでね、合わした状態で、奥が見えるんで、その状態でマジックでね、絵を描いて、やっていきたいと思います。ちょっとここがね、ピントずれてました。で穴の位置ね、ちょっと描いてみたんですけども、これで完璧にいくかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、これでうまくいかなかった場合はここの部分だけをカットして、溶接で移植したいと思います。かなりね、穴開きまくりっていう感じだったんですけど、こうやってサンドイッチみたいにするんで、ボルト3つでね、締め込んでいくんで、意外とね、しっかり止まっております。はい、なんとか細工でね、いけました。あと、中のワイヤー引いても開きますね。これで OK です。正直ね、ちょっとホッとしましたね。せっかくね、塗装してから溶接するっていうのはちょっと嫌なんで、このドアの裏側なんでね、うまくこうカットしてやればできなくはなかったと思うんですけども、穴位置を合わすのとかがやっぱり難しいと思うんで、この方式でね、いけたに越したことはないと思います。やっぱね、今回の事故でラッキーやったんが、ドアのガラスとかね、窓ガラス、フロントガラスとか割れなかったっていうところですね。絶対に手に入らないってことはないと思うんですけど、ヨーロッパからガラス送ってもらうとなると、やっぱ大事になるんでね。やっぱこの年代はね、パワーウィンドウがないんで、取り付けが簡単ですね。この辺も難なくいって、扉周りはほぼ終わりです。はい、シムカのオルタネーター交換です。これはね、リアエンジンで直四の OHV ですね。キャブはね、もともとソレックスなんやけど、ウェーバーの40に変えてます。で、オルタね、これを変えます。これね、逆回転なんですね。こっちが左回りになってるんで、今回はね、ホンダライフ用を用意しました。基本的にオルタはどっち回転でも大丈夫らしいんやけど、だからね、クラシックカーで使うのはやっぱダイハツのやつが多いんで、今回ね、ちょっと初めてライフ用を使って、で、国産オルタネーター化してみたいと思います。さて、ちょっと取れた、取れてもうた。よ、ホンダライフ用です。大きさ的にはライフ用はだいぶちっちゃいんでね、楽勝で取り付けできるでしょう。なるほどな、ちょうどプーリーがこんな感じか。ここに下駄がかましてあるんやな。で、これも金水用なし。
だからこのプーリをこう、あ、ちょうどいいサイズやな、はめてこれぐらいにくる。そうね、ここのスペーサーだけこういうのを作ってはめれば OK と、そういうことですね。まあなんならこれをちょっと削ってもいいかなぐらいな感じやな。まあ、大体11ミリ、12ミリぐらい削ったらいいってことですね。はい、プーリーのカラーを削ってきました。これね、これとこれに。で、これを低くしたんで、ちょうどいいぐらいになりましたね。OK。続いてオルタのステイを作っていきます。まあ、今回ラッキーにもねプーリーがそのまま使えたんでね、まあ、ちょっとカラーを削る必要はあったんですけども、まあその辺とてもラッキーでしたね。位置からね、まあ、プーリー削って作ってもそんなに難しくないんで、ダメな場合はね、プーリー位置から作るつもりだったんですけども、まあそのままいけたんでね、オリジナルを使いました。ベルトのライン OK です。針も OK ですね。はい、オルタネーターのマウントはこんな感じですね。ちょっと分かりにくいかな。ここから、上下にね入ってます。で、反対側からシリンダーヘッドへ止まってると、そういう感じですね。で、この真ん中で調整できるようにしてます。十分ね、がっちりついてます。で、配線が4芯出てるけど、使うのはこの2芯、手前2芯ですね、こっち側ので、多分これにチャージランプじゃないわ、こっちがイグニッションで、こっちがチャージランプです。でちょっとね、配線を引き流さないとね、なんかいまいち怪しいんで、この辺はね、位置から配線を引き直します。この配線かな、こっちかな、こっちですね。こっちが後ろのイグニッションのとこ行く線ですね。これはね、多分ね、また別の線です。こっちのこの線ですね。この線が抵抗がないんで、後ろのイグニッションオンに入れたいと思います。まあ、配線類をね、面白く動画にするのはちょっと難しいですよね。なんで、まあちょっとざっと流します。今ね、これは、イグニッションの配線をやり直してます。もともとあったやつね、どうもなんか変なリレーが噛んでるみたいな動きしてるんで、なんかいまいちよくわからないんで、位置からね、ここだけ配線を引き直してます。まあ、そんな別に大層じゃないですけどね、2本、電源と、電球からね1本引っ張るだけなんで、2本だけです。はい、これで今チャージランプ光っております。これ仮につないでるだけなんですけども、でこれでエンジンかけて、これでねランプ消えました。これでチャージランプ OK です。よいしょ。これでチャージランプついております。発電したら消えてね、これで OK です。バッチリ直りました。はい、14V 変えてきてます。まあこれで発電もバッチリっていうことですね。これが外れとるんだな、もともとカシメ、こ
これをねちょっと修理します、溶接します。ただあんまり溶接しすぎると歪むんでね、まあスポットで何箇所か止めるかなって感じですね。ということでアルミ溶接していきます。溶接機はねハイガー産業さんの溶接機、前に紹介したティグ溶接機です。これね1ヶ月以上も2ヶ月ぐらい使ってるんかな。まあ、特に大きなトラブルもなく、普通に使えております。使いやすいんでねおすすめな溶接機です。はい、これでカッチリつきました。さて乗りたいとこやけどまだガラスがついてへんねんな。でとりあえずねミラーもちょっと傷んでたんで左右交換です。これねフルメッキだったんですけどちょっと黒の方がかっこよかったんで、黒に塗ってます。でミラーのとこでね動画、出そうかなと思ってたらガラス屋さんがねちょうど来てくれたんで、最後にガラス入れてるところも追加します。これでね、全部作業が完了します。高速道路持ったら行き方わからない。おお、入る入る、グッと入るな。これができる。ああ、入れる方がやっぱ気楽やな。ああ、取るよりね。取るときめっちゃ、先々週は俺うちにあの峰の人ガラス割れたからうちまで来い言うて。はい、サクッとガラス入れてくれて、治りました。まあ、こんな感じでね、まあうまくいったかなと自分では思ってます。ちょっとね色の差はまあわかるんですけども、まあそれはねもう仕方がないですよね。まああまり細かいことは気にしてないんで、まあ、これでねまたイベントとか行きたいと思います。